まあ、昨シーズンまでずっとホームだったのですごく不思議な感じでした。昨日も言ったけど陣宅がね、本当来たくても残念ながら来れてないんで、ベンチでね、いる時の陣宅の応援ってやっぱすごいものもあるし、やっぱ陣宅の存在って大きいんで、陣宅がいない分もみんなで試合はもちろんだけどベンチを盛り上がって、なんとか頑張って勝てるようにいきましょう。はい、キャプテン代理、はい、キャプテン代理です、まあ、人数ちょっと少ないですけどみんなで、自分の試合に集中して全員が1点取るという気持ちで頑張りましょう、お願いします。TT 埼玉いいよな。 TT 埼玉 We are number one。 背番号37、松平健人。ご覧いただきましたようにマッチカウント3対1、1ゲーム目出だしですごい剥がされたんですけど、今回岡山に来る前に、前キャプテンが、腰痛悪化してこれないということで、まあ、チームみんな、前キャプテンのために、一丸となって頑張ろうっていうことを思い出して、1ゲーム目粘って逆転することができて、そこからまあ粘り強くプレーできてよかったです。はい、チームが 2-1 で回してくれたんで、僕が勝てばチームが勝つということで、何が何でも、勝ちたかったです。3日前にも森園とは試合してて、そこでは 3-2 でやっとで勝ったんですけど、今回はちょっと前回やってるんで違うことをやろうかなと思ったんですけど、結構その違ったことに対して対応されて、逆に僕が森園が、まあ、普通にいつも通りやってることに対して僕が対応できなくて簡単に取られたって形だったんで、あまり、まあ、その深く考えないようにしようっていうのを2ゲーム目以降から考えながらやりました。一個一個に集中できているというか、まあ、体力ももちろん試合数少ない分 ありますし、ただまあ1試合1試合1大会1大会、自分のプレーが、出せるようになってて、 TT ができなければやっぱりその日本代表を引退できなかったかもしれないですし、 TT ができたことに感謝しています。陣キャプテンがちょっと、故障で来れなくなったということで、まあ、代行キャプテンということで、まあ、陣宅の分も、みんなで頑張ろうということで、やったんですけども、ダブルスがなかなか勝ててないので、そこを勝てればもっと最高なんですけど、まあでもそれでもチームが勝てるっていうのは今のチームの強さだと思って、そういった意味で自分もまた頑張りたいなというふうに思いました。はい、はい、今日まあ琉球とは第1試合目になるんですけど、いつも通り、まあ、みんなでベストを尽くして、楽しんで、また来週につながるような試合を全員で作っていきましょう。はい、OK です。
今日からアウェー戦が続きますが、埼玉のファンの方もわざわざ足運んできてくださっているので、そういった方々のためにも一球一球最後まで頑張っていきましょう。では、演じていきます。インサイドバー、ウィアー、ナンバーワン。楽しみです。勝ちたいと思います。頑張ります。さっき、公式練習の時に J が木下8連勝してて強いけど、まあ、そこ倒すのは埼玉しかないってことでさ、やっぱそういうファンの期待にも応えられるようなプレーで最後まで全力で頑張っていきましょう。
まあ、僕個人としては今シーズン初めての出場でダブルスで、出させていただいて、まあ、その中で、勝って、まあ、結果を残すことができたというのは個人的にはすごく収穫だったのかな。まあ、篠塚とのダブルスも久々に組んだんですけど、やっぱり篠塚がすごい強くなってるのは隣にいて感じますし、やっぱ来るでたくましいというか、信頼できるパートナーなんで、まあ、僕も安心してプレーできたというか、僕がやることはもうガンガン向いてやっぱ出してやるだけなんで、まあ、しっかり役割を出せたことは良かったですけど、まあ、やっぱりチームが負けたのはすごく悔しい。明日の京ファンが多い中で、後ろ振り返れば埼玉の爆炎団の方が手拍子で声援くれて、今年やっぱりそういう多くの方が後ろで応援してくださるっていうのはやっぱり非常に心強いです。あとやっぱ楽しいですよね、やってるプレーして、はい、本当にそれはすごく感謝してます。はい、個人的には今日が初戦で、その中でも落ち着いてプレーができたかなと思います。でチームとしては3対2で負けてしまったんですけど、とてもいい試合だったなと思います。自分が試合やってる時は本当に心強い応援が後ろからあるので、思い切ってプレーができます。まあ、僕はハリモフと当たったんですけど、まあ、1ゲーム目点内リードしていて、そこでまあ取り切れなかったのが響いて、まあ、最後は、はい、向こうにインプレーされてしまいました。まあ、チームは負けてしまったんですけど、まあ、勝ち点1取ることができたので、まあ、下に切り替えて頑張っていこうと思います。まあ、3番でシングルスストレートで勝つことができて、まあ良かったんですけど、まあ、ビクトリー本当に埼玉は先シーズンから勝ててなくて、自分もたくさんビクトリーの場を経験させてもらっている中で今日も勝てなくて、いや本当にチームの皆さんに申し訳ないっていう気持ちがすごい強いです。ホールから6-4でリードして、その後2本ちょっと簡単なレシーブミスしてしまって、そこが一番のポイントだったなと思います。残念、まあ、悔しいっていうのがまあ一番で、ビクトリーはね本当に1ゲームなんで、やっぱどっちに転んでもおかしくないし、あその中でまあ最後敗れはしたんですけど、まあ、でも本当にここ2連戦なんで、まあ、明日に向けて勝ち点1取れたっていうことは大きいし、明日勝って12月の試合までつなげたいと思います。はい、順位のところも、まあ、混戦になってますけど、気にせず自分たちのプレーを楽しくやっていきましょう。
体さんの最後の試合ということで、たくさんの観客の方々が来てくれて、アウェーだったんですけど、すごく楽しく試合することができました。で、まあ、その中で、まあ、2回とも張本と当たったんですけど、まあ、2回とも3対0で負けたということで、本当に彼はすごく強かったなと思いましたね。まあ、今10連勝してるんですけど、本当にどこが木下を止めるかっていう戦いになると思います。はい、まあ、僕はオリンピック最後一緒に出てダブルス組めたっていうのはすごくいい思い出になりましたし、最後に韓国のペアに勝てて、はい、終われたっていうので、まあ、左にダブルスの可能性も示しましたし、まあ、すごくそれは思い出に残っています。はい、まあ、ダブルス、まあ、2日連続だったんで、昨日、まあ、ジンと、篠塚が勝利したんですけど、まあ、上田にもやっぱりちょっと勝つ機会もチャンスも与えたいっていう気持ちと、まあ、篠塚がいい形でプレーずっとできてるんで、上田も引っ張られて、いいプレーできるかなと思ったんですけど、まあ、水谷、張本が最後やっぱり、水谷がにいいプレーされて、まあ、残念ながら敗れたスタートがやっぱり痛かったなっていうのが感想ですね。ただ、まあ、篠塚が本当にいいプレーできたっていうのはチームにとってプラスでしたし、庭も悪くなかったので、そこは良かったところだなと思います。